皆さんこんにちは、河合圭介です。2024年、1月の12日、19時24分。まあ、最悪なお伝えなんですけども、まあ以前も、まあ数年前から知っていたことでもあるんですが、まあ再度テレビで放送されたその内容、まあ多分そうなんだろうなということになるんですけども、まあ車、世界中で、10億台ほど出回ってるみたいですね。まあけどそれでも中国の年間生産量が3000万台だとか、まあ日本もかなりの量を作っています。日本の企業としてみると。新車で作られた以上、絶対出回りますから。もっと遅れかもしれませんね。エネルギー残存問題の解決。どこの国の政府も積極的に自動車産業を生産量100分の1まで強制的に停止するとか、そういったこと今すぐできなかったら無理なんですよ。どう考えても計算上。で、世界国税制とかのその票の見方とか分かってない国会議員の人たちとかも混ざってますからね。現実これです。消費量がコロナウイルスの渡航制限がかかっていたとし、その計算で、計算しないで、渡航制限がかかる前の都市の消費量で計算すると、約100億キロリットルほど足らないんですよ。消費はこれから加速するんですよ。技術的採掘可能埋蔵量54年分ないです。で、最後の最後まで売ってくれるわけありません。もう10年後ぐらいからじゃないですか。大変な大騒ぎになってるの。実際に止まってから、販売数量とかがね、低くなって、少なくなって、スポーツ業界の例えば J リーグの2リーグ12球団制、複数本拠地制度、こういったことの内容も全く J リーグからの心より返答がなく、ただただ自分たちが大量の人数でサッカーで金稼ぎができたらいいと、もうそれだけ。世界のルール、法律。一番重要なのはエネルギーの残存量問題に取り組むこと。そしてそれを妨げるような内容をテレビ出演者たちがしている場合、その人たちが負荷を負わなければならない。そうしとかないとダメ。さっき言った内容で、さっき一瞬黙ってたでしょ。大量に頭の中持っていかれています。考えたのは、もうすぐサッカーの大会がある。もうほっといたろうかなと思って。全然12球団にしないんだったら負け取るってぐらいの感覚ですね。もうそれぐらいで物事進めなかったら、正直選手、J リーグの関係者、社会舐め切ってる。50億人の命かかっとんねんで、誰も何もせんかったらずっとそれやで。バスケットボール業界見ろよ。採算性なんかもともとないのに、体育館新たに11箇所もあるのに、人口減っていっとんのにやで。正気の沙汰じゃないよ。建築業界に議員が金回して、仕事回して、自分たちで票をかき集めて高い給与、ほんとふざけんなよや。もうこれが YK ですけど本音や。そんな中で自民党とかと折り合いつけなあかんっていう状況。少なくとも岸田さんの、本当は俺も万博反対派っていう言葉は信じたい。で、小泉進次郎のことも信じたい。ある程度の勢力の党に、このまともな考え方を持ってる人間、継承してくれる人間がいなかったら、まず間違いなく我々が老人になった時、60代、つまり60代以降、まず無理や、どう考えても。スーパーマーケットの食料ならばへんよ。魔法の塊や、世界中。工業界が世の中をおかしくした、それもあるかもしれん。だけど建築業界も同じや。建築業界の方がもっとひどいかもしれん。
で、YouTube の着信通知の履歴を登録されている方、まあ、できるだけホームページ、IKエスケの履歴、市場の方も目を通してください。それによって社会の現状っていうのははっきりわかりますから。各テレビ局とか新聞社の上げてくるデータ、もういい加減適当に作ってるから。どれが正解だろうっていうことを見抜ける力がないと無理。もうその人たちも金で動かされてるから、本当は。そう、何をどうしなきゃならないのか、IKスクが提示してるのに、誰もそれに向かって各業界の人間は動いていない。まあ、その誰かに知らせたくてというよりも、もうこの僕のこの言ってる内容とその喋ってる声の抑揚で、もう世界全体がもう完全に行き詰まってる。誰も対応しようとしていない。これは現実。この間の COP28 で2019年比で2035年にはエネルギーの消費量を 60% 減できると思います？当然石油の使用量とガスの使用量と石炭の使用量が 60% 減で、それできたところで100年ペース、100年後には尽きるペース、当てならない。いろんな災害とか発生するから、世界中で。その時はすごく多くのエネルギーが消費されます。道路の復旧からインフラ整備、家屋の解体、運搬、撤去、新しく建築、これらは全て大量のエネルギーを消費します。本当は私が20歳ぐらいの頃に全て始めておかなかったから、もう全て手遅れになってるような気がしてならないですね。これは弱音というよりも本音です。で、本当のことを話する人間がいなくなったら後々もっと厄介になる。早く全員が強い危機感を持たなければならない。自民党にそれができないんだったらもう政権交代してもらうしかありません。で、ただし自民党には小泉進次郎に残ってもらって、もし自民党が一番大きな勢力でそこから総理が誕生するのであれば、託せるとしたら小泉進次郎ぐらい。で、あとは、まあ立憲民主党の人たちとかはどうなるかとかわからないですけども、何かまた昔と同じようなことが実は起きてるなっていうのが感覚ですね。立憲民主党の人たちとかはその全員が、ほぼ全員が万博とかオリンピック反対できるような人たちだったらいいですよ。だけど政権交代したところでその保証があるかっていうとよくわからないとしか言えないですね。それは維新の会も同じだし、早くテレビ局を合併させることですね。まだアダルトビデオに出ていた小籔が、毎日放送の TBS 系列の夕方の番組でと、ジャニーズのことをテレビ局とかその関係者のマスコミが叩いておいて、自分たちが何してんの、
ロ業界の出身のやつ、まだテレビ出てたやん。報道の日のことも言ったよ。田中麗奈件、畠山っていう名前に変えて、出とったっていう。裁判所の判決あんの？家庭裁判所の。もしくはそれ以上の。一回半分くらいマスコミ辞めさせたい。そうせんかったらまともな社会なんか絶対無理や。あと裁判所の勤務者も。見出し読み見ただけでわかる。不適格だっていうこと。多い、多すぎる。真面目な人間、ほとんどおらへん。真面目だと思ってるだけ、自分たちのことが。水準がものすごく低い。多分無理や、こんな体制だったら。本当のことをテレビに出て、はっきりと言う人間ばっかりで、テレビ局固めんかったら無理や。はっきり言うよ。スポーツ界も、万博の件も、どこが金稼いでるかって言ったら、テレビ局もその中の一員や。政治家だけ責任を負え。ふざけんなよ。テレビ局は早合併せ。最初から最後まで、この話、めちゃくちゃ。結局、淡井圭介との結婚話利用してテレビ出て金稼いだ連中一体何人おってん。30人超えてんぞ。そいつらが各テレビ局の看板アナウンサー。最初から適任者じゃない。淡井圭介と携帯電話で連絡が繋がらなくなった時点で、そいつらは適任者じゃない。ただの隠蔽者や。都合の悪いことは、っていうことでな。で、家計辿っていったら、どうな。大企業の上の方の人間の娘、息子、それとも議員、もうそればっかりや。もともと法律からしや、どうしようもない。人材派遣業を日給奪いできたか、非正規雇用の人間、好きなだけ切りたい放題切って、自分たちだけ生き残り。そこまでして、そこまで非人道的な行動を行えるようになってまで、我がの給料確保したい。そんなに高額所得者の人たちで。年収500万円以上の人たち。非正規雇用の人間の方が、だいたい3000多い時で700万人。正社員2400万人だ。で、多分それも商法による、10年間の記録を残しておかなければならない法律によって記録は残ってるだけで、両方とも数はもっと下やと思う。だいぶ少ないと思う。会社が倒産したら終わりや。終身雇用の契約なんかあったとしても、法律上あるけども、5年以上働いて。あるけども、それがあったところで売り上げがなかったらどうしようもない。かといって金に走ったらか。余計にエネルギーが消費される。自動車メーカーのこと。まず第一義的に。次、建設業界。その二つ。その二つを絶対抑え込まなあかん。その次、スポーツ業界。その三本柱は必ずせなあかん。エネルギーの消費が激しすぎる。その3つはすぐ行動せなあかん。で、正直、自民党以外の党も、淡井圭介と同じこと言ってる人、そこまでのこと言ってる人いないでしょ。見たことない、本当に。っていうことは、おる。答え簡単、最初から。分かりきったことや。ただ現実からみんな目をそらして、好き勝手行きたかっただけ。どうりでエロ業界も滅びてなかったわけや。警察官が高額所得者になりたかった人間ばっかりが集まってきてるだけや。民間人の企業、もっと厳しいよ。ボーナスないよ。そんなとこザラにあるよ。大手企業でも就職氷河期の頃なんか、年間ボーナス、1ヶ月か2ヶ月の企業なんかザラよ。いっぱいあったっていう意味や。たくさんっていう意味。分からん。もう解決方法はもうだんだん見つかないようになってきよう。皇居行った時に追い返されたこの結果や。
宮内庁の人間は悪いとしか思えん。淡井圭介が行くって言ってたんだから。それによって対応しなかった。結局この辺誰か歩いても同じやん、それやったら。永遠に同じやん。宮内庁の人間が態度変えないんだったら、国会議員の人たちが態度変えないんだったら、昨日の政治、刷新会議、右手に座ってた男性誰なの？記録しとくわ、分かったら。だからもう全部が全部録画とか記録なんか無理や。立憲民主党の岡田さんだって名前書いてテレビに出とったんやから。何もかもバカバカしくなる。自分の名前まで偽って。そんな人間政治たくさんなんか。その時点で無理設定や。せめてテレビ局をコンパクトにすれば、2社2社合併させて、夜中と明け方の番組をバッサリなくす。そうすればまだある程度、目が届くかもしれん。ほとんどの時間帯が遊び場や。仕事場に見えんよ。いる？まだバラエティ番組いらんと思う。先に全国民がエネルギーの残存量まで覚えて、どういうふうに生きていかなきゃならないかっていうことを覚える方が先やの。テレビ局合併させて朝晩の余計な番組バッサリなくして、1年ぐらい年から年中そういう放送しといたらいいんじゃない？それぐらいしたらさすがに半分以上の人は覚えてくれるんじゃない？もしかしたらそこまでしても覚えてくれる人が半分いくかもしれない。現実そのもの。ある程度の長時間労働者の人はテレビ見ない。家帰ってきたら飯食って風呂入って寝る。テレビ見、自分が働いていた時はそうだったから。以上。何を協力してもらっていいのかわからないから、いつもの皆さんのご協力ご対応のよろしくお願いしますなんていう言葉はもう言わない。もう分かりきったことや。それ言ったところで大して変わらない。あとは各自の自主性。責任感あったら多少年上の国会議員でも心ある人だったら謝ってくれるんじゃない？淡井圭介に向かって、ごめん今までずっと無視していてって、ずっとほったらかしにしていてって。自分から言ってくれたらいいんじゃない？俺も国会議員何年しとってんって、十何年とか。こんなに重要な内容ほったらかしにしとってても聞いてあきれるわ。以上。